単美主義は道徳合理性を排して美の教授、形成に最高の価値を置く西うの芸術主張である。これを是とする風潮は19世紀後半、フランス・イギリスを中心に起こり、生活を芸術化して感動の協力を求めた。1860年頃に始まり、作品の価値はそれに込められた思想やメッセージではなく、形態と色彩記載の美にあるとする立場である。 有美主義、神秘主義とも。アルジャーノンス・スウィンバーンがある絵画を表して曰く、この絵の意味は美そのものだ。存在することだけが、この絵の存在理由なのだという表現が、単美主義の本質を説明している。単美主義者の中では、オスカー・ワイルドなどが代表的である。19世紀の末に近づくにつれ、デカダンスの様相を呈した反社会的な動きとなっていった。これは、 当時ヨーロッパを席巻していた楽観的な進歩主義へのアンチテーゼでもあった。その反社会的主張から悪魔主義などとくくられることもあるが、単美主義自体は悪魔主義や大敗芸術とは必ずしも一致しない。むしろ感性の復興という意味ではルネサンスとも通定している。その一方で神秘主義とも相通じるものもある。フランス人作家ペラダンは、 美が生み出すのは感情を観念に消化させる喜びであると語っている。同性愛やサディズム、マゾヒズム、エロチシズムなども短美主義の作風に含まれることがしばしば見受けられる。短美主義の流れは日本の知識人や文化人、芸術家にも影響を与えた。谷崎潤一郎は著名な日本の短美主義の小説家である。また、 三島由紀夫も短美派に含まれる場合がある。孔雀の間、建築主の所有する染付の磁期コレクションとホイッスラーの当時の国の姫君を飾るよう設計されたが、ホイッスラーが勝手に部屋全体をコント金に塗り替え、孔雀を描き足した様々な様式が混交しているが、古典主義や日本美術の影響が大きく、1870年から1900年にかけて流行した。 特徴的なモチーフとしては、クジャクの羽ひまわり、青と白のセラミック、強い色彩などがある。代表的な人物としては、ジェームズ・マクニール・ホイスラー、ビアズリー、オスカー・ワイルドなど。室内装飾としては、船舶王の邸宅の食堂だったクジャクの間、ハーボーンにあった邸宅ザ・グローブのパネルの部屋などがある。単美派の室内装飾には、日本の版画やついたて、 扇などがよく使われた。単美主義を包ずる文芸上、芸術上の一派、指比派。単美主義は芸術における流派、あるいは芸術家自身の主張というよりは、むしろ美のための美を追求するという創作態度や、そこから生まれてくる芸術作品というべきものであるから、周囲がどう評価するかに関わる場合が多い。彼らの作品は、 単美主義的傾向が強いと指摘されることが多い。グラムロック、ゴシックロックやニューウェーブの一部に単美主義的傾向が濃厚に出ている。ありがとうございます。